ぽっちゃりひげズに衝撃。嵐、松本淳、41、食の師匠、が明かす。淳は食べることが大好きで、過去一体重の裏側。最近、一部で体重増加が指摘されている嵐の松本淳、41、について彼の、食の師匠、と呼ばれる人物が週刊文春、の取材に応じ。 松本の食生活などについて明かした。衝撃、純は食べることが大好き、激変にファンもびっくり、波紋を広げた松本純の、ぽっちゃりひげズラ、写真。波紋を広げた一枚の写真。2023年の NHK 大河ドラマ、どうする家康で、主人公、徳川家康を演じた松本。最近では、 野田秀樹氏が咲く演出を手掛ける舞台、野田、マップ第27回公演、生三角関係に出演している。そんな中で波紋を広げたのが、感激に訪れた演歌歌手、石川さゆり66が8月末に自身のインスタグラムにアップした写真だ。この野田、マップから新たな松本潤さんの出発ですね。 応援していますよ、との一文に添えられていたのは、石川と松本の2ショット。石川の隣で微笑んでいる松本だが、髭を蓄え、以前と比べいく分ぽっちゃりしているのだ。松本は、どうする家康で老年期の滑覆のいい家康を演じるため、3ヶ月間で10キロもの増量をしました。その後も減量に苦しんでいるのか、 今年3月放送の成り行き街道旅富士系では僕も40歳なんで体重がなかなか落ちない。自分の中では過去最大の体重だからと告白していますスポーツ指揮者松本の食の師匠に話を聞くと松本の体重が増加した背景の一つと目されるのが食へのこだわりだ。 実は松本は嵐のグルメガイドブックを自称するほどのグルメ。そんな彼には食の師匠と呼ばれる人物がいる。マグロ専門仲卸山甲の山口幸隆社長です。山口は国内の寿司屋や和食の名店がこぞってマグロを仕入れることでも有名で、業界では日本一のマグロ仲卸と称されています。 飲食店関係者。当然、美味しいお店にしか行かないよ、わら。山口氏に取材を申し込むと師匠じゃないよ、わら、としつつ、以下のように語った。ジュンは食べることが大好きで、寿司はもちろん、焼き鳥でも何でも一緒に行く。ジュンから、このお店予約取れますかと連絡が来ることもあるし、俺がお店を探すことも。 当然、美味しいお店にしか行かないよ、わら。んは、美味しいものを食べた時になぜ美味しいのか、理由をちゃんと探す。知識として貯めていくから、食、の成長が大きいんです。ただ過去1体重、になってしまった要因は、他にも。10月2日、水曜日12時配信の、週刊文春電子版、及び10月3日、 木曜日発売の週刊文春では山口氏が語った松本との出会いや医師が指摘する松本の体重がなかなか落ちない理由今年4月に設立された株式会社嵐社長への直撃取材などについても取り上げている